あかりん、ファームに向いてるよ。才能があるよ。うん、ファームのセンスあるよ。ファームの才能がある。僕、焼肉屋さんでアルバイトしてた時は半年間研修でした。一緒に入った友達は2週間ぐらいで研修外れたのに。いや、それを思うとさ、いいことなんじゃないか。こんなに向いて、向き不向きがある、向き不向きがあるからさ。はい、不向きなところを伸ばす必要ってないんだよ。何一つないからね。いいところを伸ばす。常連さんから、あかりの研修ちゃんと呼ばれてた。あかりのいいところはファームだ。すごい褒めてくれ、気持ちよくなってきちゃったよ、ファームが。研修中もさ、バイトはバイト代、研修なの。はい、研修のバイト代。まあ、そんなに差はないんですけど、そうでしたね。何ができなかったの？まあ、全部。全部できなかったか。全部の席に灰皿を置けって言われても、灰皿を置くことすらできなかった。どこかに置き忘れちゃったどこかの机は灰皿を置き忘れちゃったり。そうかそうかそうか、なんでだろうね、不思議だね。不思議なことがあるもんだよ。怖い怖い。おっぱいだよ。ドラム缶じゃないよ、それは。ドラム缶の間に入ってきたんだよ。カルビーもバイトしたことあんの？あるよ。どうだった？何のバイトしたことあんの、カルビーは？うん、私は、うん、雑貨屋さん。へえ。ガチャガチャ屋さんって何やるの？ガチャガチャってだって補充するだけでしょ。そうだよ。そうだよね。補充するの？補充と、詰まったら出してあげるだけ。それできないもクソもあんの、それ。ないよ。ないよね、さすがにね。じゃあ僕のガチャガチャ屋さんだったらさ、すぐ研修外れたかな？うん、多分外れたと思うよ。だから暇すぎるとね、バイトはね、さすがにね。暇だったもん。そう、暇でね、嫌だったんだよね。時間過ぎのっせやな。ねえ、やっぱわちゃわちゃしてるぐらいがいいよね。いいよね。まるは？ん？バイト経験。バイト、僕はあんま家倉庫とかやってましたね。なんか倉庫荷物整理みたいな。結構力仕事だね。そうかもしれないですね。あの倉庫荷物整理ってなんかさ、求人のさ、シニアすげえ楽みたいに書いてあるけど、入ったら地獄やん。地獄っすね、マジで。そうだったね。地獄だよ。私もあ、降りちゃった。なんかね、入った時に、あの、教えてくれた先輩はもう、俺が一人前になる子に辞めてるんですよね。ああ、そうなんだ。きつすぎて。いや、きついよ。長くやるもんじゃないんだ、やっぱ。いや、私もね、倉庫ちょこっとやったことあるけどね、すぐ辞めちゃったよ。そうなんだ。俺はさ、バイト落ちるからさ、バイトの面接落ちるんだよ俺。なんで？ない。何落ち？いや、わかんないんすよ。バイトの面接って落ちるもんなんだ。だから縁がなかったということで。俺それは一回もないかも。なんで？二度とマジ食わねえし、好きやで。二度と食わねえし、ちゃんと。それ行ったんじゃないのか。マジで行ったんだ、それ。それ全身タイツじゃないか。全身タイツでは行ってないよ。全身タイツで行ったのは空港だけだよ。やばいんだよ、それが。それがもう終わってるよ。いや、バイトってさ、向いてなかったらすぐ辞めるもんだからさ、逆に言ったらさ、研修を半年続けたあかりはすごいんだよ。いや、確かに。そうなんだよ、バイトってすぐ辞めていいもんだから。バカにされがちだけど逆にすごいんだって。研修だけど楽しかった。すごいことなんだって。でも最初オーナーにバイトで入った時姫って呼ばれてたんですけど、僕が仕事できなさすぎてちょっと嫌われ始めて、姫って呼んでもらえなくなりました、最後は。なんで姫って呼び出したんだろうな。舐めてるよな。じゃあ読むなよってな。本当だよな。何もできなくてさ、姫呼ばわりすんならわかるんだけどさ、最初から姫って呼んでやめてほしいよね。何もできないからこその姫じゃんね。いや、もったいないとこでお寿司くれたのに。あ、でも俺
志望動機聞かれた時なんとなくって言ってました最初。それはまずいですよ。それは落ちるよ。それは落ちちゃうね。なんとなくって言ったらどういう風になるの。危ない何も見えない今人がいたかどうか分からなかった。ラーメンズリスペクトだったんで。なんとなくって言ったら相手はあの面接官はどんな雰囲気になるんですか。あーそっかって感じの顔してこっち見てきますね。まあそうやっぱりバイトのそういうなんか志望動機って近いからが一番いいと思うよ。正直だし困った時にレスポンスいいっていう確信が得れるし、そのヘルプが呼びやすいやん。その2つの要素を得れるからさ、正直者と使われなければいいんだ別に。そこは受かるっていう点で言えばそれが強いよ。なるほどね。そうそう、バイトで言うと働くわけじゃないから重宝される。それは困るくないですか。お前ないね、今までなんか尖ってたんだね随分。別にお前尖ってたんだね。なんでそんな。みんなそう思ってるけど、なんとなくって言わないようにしてるんですよ。なんだよ別にそこは。なんて思われてていいじゃん別にバイト先に。気まずくていけないっすよ俺マジで。なんでだよ。だって俺スーパーのバイトさ、もう寝坊しちゃってばっくりでさ、でもな飯食いたいからさ、そのスーパーに買い物しに行ったぞ俺。そんぐらいでいいんだってバイトって。レジで俺のことめっちゃ見てて、めちゃめちゃレジで見てて、あれ今日こいつなんかバックレてんの来てんなみたいな。私もよく寝坊してたけど絶対にバックレなかったよ。寝坊しても偉いな。何回も寝坊したけど今さんみたいに言うじゃん。偉いな。目覚ましって意味ないよな。なんでいいや、いい羨ましいな。も夢だと思うの。いや思わないよそれは。いや思わんだよ。夢でなってるし、これ別に夢だからいいわって思って起きれないんだよ。どんぐらいのを使ってんの目覚まし。どんぐらいのを使ってんの。めっちゃ鳴る iPhone。 iPhone です。そうだね。で周りねすっごいでかい、もう近所にめっちゃ響くみたいな目覚まし使ってたんだけど、うるさすぎて没収された。近所迷惑すぎて没収されたから普通だよ、普通の音量だよ。そういうことだよ。それ睡眠が深いってことだから。俺逆に今遅刻ねえもん、寝坊がねえから眠りが浅すぎて。すっごいな。だって俺あれだよ、スマホのバイブで起きるよ。おとなしだよ俺目覚まし。バイブで起きる。バイブレーションスタンミってことや。そういうこと。おとなしじゃ逆に怖くて寝れないよ。バイブで起きるスタンミだから。赤赤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 いいぞ。いやもうでこの領域なんですよ。楽しくなってきたろ、ファームが流れ作業のように。はい、どん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 と、はい、初日バカだったのは僕だったみたいです。そうでしょ。何も分かってなかったのは僕だった。そうだろ、あんなに言ってたろ親父は。お前本当に何も分かってないなって。はい、ユリースが騙されてるだなんだ言ってたろお前は。はい、人のことをさ、騙されてるっていうの。そうだよ、うん、人を見る目がなかった僕は。お茶で決まっちゃってんだもう、みんな、うん、お茶ってすごいんだよ。そのお茶のお薬飲んでからもう決まっちゃいましたもん。水泳力ってすげーんだよ。雑貨屋さんのバイトが気になるんだけど、雑貨屋さんって何。雑貨屋さんってなんだ。個人経営みたいな。個人的な。そうそう。へえ。ね、そうだよ、おしゃんなんだね、ちょっとね。まあ、いろいろある。私結構雑貨屋さんやってた。へえ。へえ。いらっしゃいませって言ってたの。そうだよ。あ、見たいよ。見てみてよ。雑貨屋さんの時
カルビちゃんだ。何も変わってないやん。でもよくバカにされてたよ。バカにされてた。バイトのおばちゃんとかに。そうだよね。バカされてた。私のいらっしゃいませよ。嫌な感じ。嫌な感じだね。それやめてほしいよね。こっちは必死にやってるのにさ。うん、そうなんだよ。そうなんだよね。あんまりマネとかはせんでほしいよな。そうなんだ。なんだよ。よくあるけどな、お前だよ。いや、焼肉屋さんのね、いらっしゃいませよ。もっと元気だよ。あ、そうなんだ。いらっしゃいませ。まあでもその声があったら全然研修じゃないけどね。その声が一番じゃんね。ね、これだけ。もうベテランの声だよ。一丁前にできたのこれだけ。いらっしゃいませ。まあ一番いいよ。一番いいよ。お客さんに呼ばれた時は、うん、ただいま。ただいま。ただいま。いいな。ただいま行きますよ。ただいまって行くんだ。そう、そのただいまです。いいよいいよ。いいよ。ただいまなんだ。そう、あ、そう、喜んでも言ってたな。すごいな。ここ朝たらもう一周行こう。もう一周行くぞこのまま。喜んでー。喜んでー。毎度ーただいらっしゃいませ。いらっしゃいませ。こっち注文いい？こっち注文いい？はい、ただいまー。こいつ、こいつではばっかり。バイトでそういうのやりすぎてラーメン屋行った時、ラーメン屋の店員さんと一緒に言っちゃったことある。あはは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 はマジで前が見えない。ごめんなさい。ごめん。ごめんなさい。申し訳ない。マジで前が見えなかった。マジで見えなかった。やばい、ここの道路通るのやばいかもしんない。当たり屋いるんで気をつけてくださいね。やばいな、ここ。なんかツボってるやつ。なんかツボツボってる、ツボってる。引き逃げしたのに。笑ってる。楽しいな、ラストって。薬が決まっちゃってる。あ、でも遊ばれてるな。じゃ前に人いたら言ってよ、お前らが。お前らが言ってくれよ。マジ見えねえんだよ。ちょっと角度つけど、マジ見えねえんだよ。はい。でもさ、前にやり紙を引いてる時が一番おもろいんだよ。でもさ、それお店お客さんできてる時にさ、自分言っちゃったらめっちゃ気まずくない？スクラップあるよ。やばい、早く逃げるぞ。はい、逃げるぞ。乗れ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 。うん、こんなもんか。オッケー、行こう。なんか、ボーンの矢はいらないかもな。放射能、放射能で。え、ちょっと待って、やばい。なんか、僕のお洋服どこ？服は、服は。お前、服どうしたの？え、なんで？お前、なんで赤いやつの？あかり、あかり、あかり、服どこしたの？お前、服どこ行ったの？さあ、よかったよかった、危ねえ、危ねえ。ねえ、あかり、こっち、あかり、降りてこい、降りてこい、あかり。降りてこい。ください、お水。はい。降りてこい。水飲め、水飲め。脱ぐな、脱ぐな、服を。ごめんなさい。うん、急に。こんなとこで脱ぐなよ。ダメだよ、道端で脱いじゃん、服は。ほら、ぼやけちゃった。そういえばカルビ、お前俺に感謝しないしろよ。お前 DM がめっちゃ来るよ。え、なんで？シュタさんのおかげでカルビが可愛く見えてきましたって。いや、本当にありがとう。よかったよ。どんな扱いを受けてたんだ今まで。よかった。
ひどいもんだったよ。よかったよ、スタミナ気がつけてくれて。よかったよかったよ。マジですげえ DM 来るやん。よかったよ。なんでスタさんはその DM ばっか来るんだよ。もったいなく来ないの。俺は当たり屋してるやつにこいつって言ったら、こいつ呼ばわり何って聞いたのに。初対面でこいつ呼ばわり何って聞いたのに。ただ当たり屋してるやつにこいつって言っただけなのに。なんでだよ。なんで俺はあったかい DM が来ないんだよ。泣かないで。泣かないでほしいな、それは。強く生きてほしいな。泣かないで。涙拭いて。そう、かわいそうだな、それは。丸が一番頑張って、俺たちが知ってたらいいじゃねえか、別に。他のやつにほっとけや。俺たちは丸が一番頑張って知ってんだからさ。そうでしょ。私たちはね、めっちゃ分かってるからね。分かってるからね。俺たちのコミュニティ内で分かってればいいの、それが。そんな他のやつはどうでもいいんですよ。あー、なんかいる。ここね、グレーポン投げてくんで無視した方がいい。あぶねえ、やばいやばい。あー、乗れ乗った方がいい。乗れ、ここやばい。カルビ乗れ。あかり引いちゃった。やばい、あかり引いちゃった。あかり湧いた。あかり回収してこい、回収してこい。カルビ、あかり回収してこい。やばい、早く回収しろ。早く、あかり回収して、早くやばいって。うわー、死んじゃうよ。死ぬって。早く、あかり早くして。あー、カルビ、やばい、カルビ、やばい。待って、ちょっと離れよ。やべえ、丸のこと引いちゃった。なんだこの車、やばい、やばい。で死ぬかも。目の前が見えなくなってきた。待て、一回降りろ。一回降りろ。なんかそのくせには。何でもやん、もう何でもじゃねえか。シャミ出ちゃったの。